店ではお漬物以外にも、ミシュリが取り扱っている全ブランドの商品が、揃っており、品揃えが大変豊富にございます。僕のおすすめは山里の香りです。きゅうりと山ごぼうを玉井醤油で漬けた、濃いめの醤油漬けになっております。白ご飯、おにぎり、お茶漬けでもぴったりです。で、私のおすすめはこちらの食パンです。もともと私食パンが好きっていうのもあるんですけれども、こちらのパンは本当に甘麹のおかげでほんのり甘くて、でも家族とかお友達にプレゼントしても本当にみんな美味しいって言ってくれてるので、自信を持っておすすめできる食パンです。はい、私の、おすすめは、ゆず味噌ごぼうです。今年の9月15日に、新発売された新商品です。京都限定の商品になっておりまして、京都らしい白味噌と柚子を使っております。非常に爽やかな味わいで、あったかいご飯やお酒のあてにもぴったりですので、おすすめです。私のおすすめは枝豆のポタージュになります。ポタージュはいろんなお店でトウモロコシとかかぼちゃはよく見かけるんですけれども、枝豆のポタージュっていうのはすごく珍しいと思っていて、で枝豆のほんのりした甘みもあって冷やしても美味しいし、これから寒くなってきた時にはあったかくしてほっと一息できる優しい味のポタージュで、私の大好きな商品です。